尿沈砂、ウリネセディメント、ユーリナリーセディメントとは、尿を延伸し、尿中の細胞、円柱、結晶などの有形成分を顕微鏡で観察する臨床検査である。尿沈砂は患者への侵襲なく、腎、尿路の詳細な情報が得られ、針のいらない腎生検とも言われるが、人間の強健による手間と熟練を要する検査である。また、採取5時間が経過すると円柱が崩壊し細菌が増殖する等の変化が見られるので採取後速やかに検査する必要があるため、外部に検査を委託するのは難しく、採取した施設内でリアルタイムに検査を実施する必要がある。しかし、これらの欠点に関わらず、古典的な検査である尿沈砂は、今日においても、腎、尿路の病変の鑑別及び評価に極めて重要であり、広く用いられている。尿路感染患者の尿、上皮細胞、赤血球、白血球を認める。脳尿、白血球が見られる。左は扁平上皮細胞、右は尿路上皮細胞。パパニコラウ染色。急性腎炎尿に見られた上皮円柱と下流円柱の頭腎生検組織の尿細管中の円柱。右のピンクの円柱はガラス円柱。左の泡桃色の円柱はベンス・ジョーンズタンパク円柱。尿路結石の成分を推定するのに、尿沈砂の結晶が参考にされる。ただし、結石成分と尿沈砂が一致しないこともある。なお、尿を保存していると、赤褐色の尿酸塩やリン酸塩の析出が見られることがある。病的意義はないが、沈砂観察の障害となるため、加温して溶解してから沈砂を作成する必要がある。尿沈砂検査は、無染色での強検が原則ではあるが、多くの施設では、細胞や円柱の鑑別を容易にするため、染色液を使用している。代表的なものが、ステルンハイマー染色である。調整体染色であり、生きた細胞は染色されず、死んだ細胞が小染めする。一般的に、細胞はピンク赤で、核は青に染まる。ガラス円柱は青色、その他の円柱は封入物による。染まらないものは細胞、円柱以外の可能性がある。染色液の欠点として赤血球が溶血することがある。尿沈砂は遠心を含む煩雑な操作が必要であるが、遠心操作なしにフローサイトメトリー原理により尿を直接検査する方法もある。保険点数表では尿沈砂とされているが、その検査機器は尿中有形成分分析装置と呼ぶのが一般的である。尿中有形成分分析は、制度的には、強検法の代替手段とはならないが、マンパワーを節約するため、スクリーニングとして、尿中有形成分分析を行い、それで異常が疑われた場合のみ、強検法で尿沈砂を実施する施設も多い。報告可能な項目は、機器ベンダ、装置により異なる。基準値も全国で標準化されたものはないが、シスメックス社の UF-100 の基準値を以下の表に示す。なお、有形成分分析の定量値の単位はμLであるが、HPF に換算して報告している場合もある。HPF とは、ハイパワーフィールドの略で、顕微鏡400倍で観察した1視野の中に、を意味する。1視野は、無遠心尿では、およそ 0.245μL に相当する。トムホースフルムコタンパクは、遠位尿細管上皮細胞で産生され、尿中に分泌される、糖タンパク。健常腎尿の主要なタンパク女児の尿沈砂で、精子が認められた場合、検体取り違えの可能性、性的虐待の可能性、等を考えて、慎重に対処する必要がある。カテーテル留置期間が7から10日で患者の 50% に、細菌尿が見られる。30日以上の留置では全患者に細菌尿が見られる。フローサイトメトリーでは細胞等の成分を蛍光色素で染色し、狭い通路を通過させ、蛍光や散乱光を計測して、成分を同定、計数する。尿中有形成分分析装置には、フローサイトメトリー法以外に画像認識によるものも存在する。ただし、円柱の詳細な分類等は、保存画像を人間が確認することによる。1HPF は 0.45 ミューエルの無塩信量に該当するはずであるが、成分により若干ズレが生じる場合がある。尿沈差の視野容量について理論記と実際値。一柳義恵。シスメックスジャーナル2007-8、1-7。ありがとうございます。